釜玉ラーメンを作ります。長ネギ1/2本、ニラ 30g、 醤油大さじ2、ごま油小さじ2、鶏ガラスープの素小さじ1、豆板醤小さじ1、20回ほどブンブン引っ張ります。耐熱皿に入れ、ラップをし、500ワットのレンジで1分加熱します。茹でた中華麺と和えます。お皿に移し、卵を乗せたら完成です。